では始まりました。マジェチャンネルです。今回はですね、そうです。皆さん大好き収益公開動画ということですね。はい。またね、手術の後ですかとかってよく言われるんですけど、無免許医師です。はい。なんですが、今回はですね、10万人の YouTuber の7月の収益を全額公開したいと思います。これね、毎回言うんですけども、結局、質問が来るってやつですね。収益貢献していいですか？規約が変わってですか？とかですね。はい。あなたは最初から規約なんか知らないでしょ？そのままね。はい。振り込まれた額は全て発表して構いませんので、そうですね。自分の給料をただ言うだけですからね。さあ、どれぐらい支払われたのでしょうか？収益を公開したいと思います。あ、ただまあ、そう、振り込まれた額っていうのはさ、収益広告だけじゃなくて、ほら、スパチャとかですね。生放送やってる時とか、プレミア公開の時にお金をこう投げ銭してくれる人いるじゃないですか。あれも入ってますので、なんで正確な広告単価はわからないです。どちらにしようね。10万人行きましてね、スパチャもしてもらえるようになりましたので、ありがたいことだと思います。で、近日中にね、これからね、ちょっとね、パワーアップしましたんで、どういった感じでやっていくかっていう動画は出そうと思います。それはご期待ください。今いろいろやってます。はい。で、収益見ていくんですけど、まあ3月がすごいピークで来たと。すごい伸びてて、122万9780人ももらえたよっていうのがあったんだけれども、そうですね、コロナが来て、ボーンと広告単価が下がっていってしまったと。で、どうなったのかっていうわけですね。7月のものが5月に振り込まれて、それが80万2996円だったと。ね、まあだいぶ広告単価は下がったんだけれども、まあ再生数はね、新しくこう、漂い始めましたとか、武田塾加入しましたとかっていうので、再生数がすごく高かったので、なんとか持ちこたえた感じです。それにしても、ね、3月の広告単価だったらものすごく入ったのになっていう感じです。5月の収入が49万8651円で、ドンと下がったという感じですね。もう50万円を切っているので、まあ、結構大変ですね。YouTube だけで生きていくことはできないです。まあ、自分会社やってますからね。で、6月の広告収入ですね。7月に振り込まれたものが51万9880円ということで少し上がったと。で、ちょっと広告単価回復したんじゃないかなという感じです。そして8月に振り込まれた7月のものなんですけども、果たして上がったのか下がったのかどうだったんでしょう。この期間の動画はね、ああ、そうだね。井上先生のね、東大合格当たり前、灘高校の実情っていうのが出ましたね。そう、灘の動画をずっと撮りたいって去年からね、すごく言ってたんですけど、やっと撮れたって感じです。井上先生から連絡もらったんで、コラボしてくれませんかっていうのが来て、うわぁ、やったって感じです。で、これがこの期間に13万3820回再生されてますからね。で、2位が、東進時代の裏話を吉野先生と曽先生と語るってですね。林先生に抜かれた日っていうサムネが、なんかちょっと物議を醸し出したやつですが、これ6月の最後に出した動画ですね。それがこの期間で9万5000再生されてますね。で、3つ目が、あ、これすごいね、出来として良かったなと思ったやつですね。早稲田文学部入試は無理ゲー、20年成績開示っていうですね。平さんの早稲田に関することで、この成績開示シリーズっていうのはね、これからどんどんやっていこうと思ってるんですけど、文学部バージョンですね。まあこれは本当ためになる動画だったと思いますね。それが5万3000再生。で、4位が細井先生。やっぱね、出てきますね、細井先生。入試問題が難しい医学部、A 数理の問題のレベルについてね、語ったやつですけど、これが5万再生されてますね。で、5位が西教授先生にポレポレの魅力を聞くっていうね、西先生が横で喋ってて、西先生画面にね、こう映ってないのに、西さんと喋ったってやつね。それが4万6000再生いってますね。まあ平先生もね、横にいたんですけど、こんなの動画に済んだっつってビビってました。そして6位がですね、なんと1月に出てる医学部ランキングの動画です。すごいですね、細井先生。いや、またね、ここに来て、この動画、グワーンと伸びてきてるんですよ。これが4万6000再生。だ、合計するともう43万回再生されてますからね。すごいっす。そして7位が、若原先生加入ですね。ただより科学若原先生、若原周平先生登場。新たな先生加入という形です。8位がさよなら投資ですね。これ3月31日に出したやつですね。まだ再生されてますね。まあ、うちの動画で一番再生されてるやつですから、これが4万5000です。合計するともう今52万回、もうすぐ53万ですね。はぁ、すごい。結構見ると元気になりますっていうコメントとか来るんで、そうなんだなと思って。意外。で、9位が重大発表。まあこれね、YouTuber たち重大発表って出す理由わかるよね。これやってみたかったからやったんですけど、ね、動きますみたいなやつで、これだから若原先生が加入しますよっていうね、発表。なんか発表の発表じゃねえかとかって言われたけど、実はちゃんと動画中にもう答えは書いてあったっていう。
ね、謎解き動画みたいです。で、最後10位が5月の収益公開なんだよね。やっぱみんな収益好きですね。4万3000再生っていう形になります。さあ、こんな中、発表しましょう。もう、どうせみんなスキップしながら見てんだろう、小原さん。発表いたします。では、8月24日に振り込まれた額は、案件動画のやつも同じ日に振り込まれてる。はい、いきます。では、下一桁が8。次が6。8。2。2。そして最後が6ということで62万2868円ということで少し上がりましたね。はい、50万から60万までに上がりました。まあ広告単価がだいぶ回復されてきたのかな。だいたいメインチャンネルの方が、まあ、56万ぐらいかな、多分おそらくそれぐらいになっていて、サブが6万ぐらいですかね。そんな感じになってますね。まあサブチャンネルはね、過去動画がバンバン再生されるってことはあんまりないんですけど、あとはやっぱ一個一個の動画短いので、なんで間にここ書いてないものが多いのでそんなに収益は見込めないんですが、まあそれでもやっぱ1万再生を超えるものがちょこちょこ出てきましたんでね、結構わけわかんない動画がね再生されて、真面目なやつはあんま再生されないとかってなるのがサブチャンネルですけどね。でいろいろと今、やってきていて、もうちょっと、まあ、生配信だったりを増やして、ちょっとやっぱこのね3時4時まで毎日仕事してる生活は倒れてしまうから、もう少し変えなきゃいけないなっていうふうに思ってますね。今ね、なんとか状況を改善させなきゃいけないと思っていろいろ今考えております。編集マンだったりとかうまくやんなきゃいけないなと思って、ちょっとメンバーシップも考えてます。実際まだやり方が分かんないんで、ぜひ分かってる方いたらですね、メンバーシップこんな感じでやった方がいいよってやつね、この月額いくら払ってっていうのはちょっとねやろうかと思っていますね。やっぱ読解とか入っちゃうとさ、編集マンの人にも安い金額でやってもらうのはさ、ちょっとやっぱねはばかられてしまうので、仕事量がやっぱね半端ないので、なんでちょっとねその辺のことも考えてやっていきたいと思います。まあ詳しいことはですね、その進化したこのチャンネルが出た時に言おうと思います。その時にね、チャンネルメンバーシップとかねちゃんと調べておかなきゃいけないけど、他のチャンネルの人たちどうやってやってるんですか。なんか結構ゲーム配信者の人たちっていくらなんだろうやってるの。何もなんかグッズとかさ、イベントとかさ、やらなくても普通にメンバーになってもらえてるじゃないですか。それはやっぱそのチャットのこの生配信のところでこういろいろコメント読んでもらえるとかってねやってる人も多いんですけど、あとはなんかアイコン使える、オリジナルアイコンが使えるとかでやってるんですけど、そういう感じでできんすかね。メンバーシップ入ってますよって人ぜひ教えてください。いくらとかこういう感じでみんなやってますみたいなのを情報お待ちしております。はい、ということで上がりました。さあ来月どうなるか。うん、おそらく下がるでしょうね。まあ単価もそこまで良くはなってないし、なんだって自分がまあねちょっと忙しかったので夏期講習あったから、当然そのコラボとかもできなかったし、強いコンテンツをねあんまり用意できなかった。ぶっちゃけわかるんですよ、もう自分でこのコンテンツ出せば伸びるだろうなとかっていうのは感覚として結構あるんですけど、そのやりたいことをちょっと8月は忙しくてできなかった。そう、これをねなんとかしたいんですよ。この忙しさをなんとかしてもうちょっと伸ばせるコンテンツをね作りたいので、そういった面でもちょっとやっぱメンバーシップ考えなきゃいけないなと思ってるの で編集マン、そして自分のね負担をなんとか減らすっていう方法をちょっと考えなきゃいけないので、まあ詳しくはそのチャンネルが変わるときに話しますが、はい、9月からちょっと新体制でやっていきたいと思いますので期待しててください。まあ企業案件等はねいつでもお待ちしておりますので、コンスタントにやっておりますので、なんとか生活は困らないかなという感じです。企業案件に関してもそろそろ動画出そうかなって。面白いですよ、やっぱね、やればやるほど奥が深いって感じかな。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.